はい。えー、おはようございます。こんにちは、こんばんは。SNS とインフルエンサーの学校理事長を務めております。健太店長と申します。今日も元気に動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。えー、動画の概要欄にですね、SNS とインフルエンサーの学校というオンラインコミュニティの URL をはじめ、えー、私が運営しておりますホームページの数々や、 まだ YouTuber としてちゃんと活動してた頃の過去動画の URL などがですね、すべて集約されておりますので、ぜひぜひお時間ある方は動画の概要欄一度チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。ああ、長台詞だった。はい。<laughs> えっと、今日はですね、あのー、タイトル的にはですね、えー、コンビニエンスストアのやばい客。 ベスト3っていうね、えー、そういうタイトルのお話をしたいと思います。ねえーまあ、コンビニのやばい客、ベスト3、はいまあ。もしくはコンビニバイト時代の、バイトというかコンビニ店員時代のやばい客、ベスト3みたいなね。はい、そんなタイトルになってると思います。えー、このお話はですね、もう、 僕の動画をね、本当に初期の頃から見てくださってるリスナーさんにとっては、えー、まあ懐かしいお話になってると思います。はい。というのもね、昔、かなり昔ですけども、もう本当に5年6年じゃ聞かないぐらい昔に、えー、一度動画にしてます。はい。えー、なので、まあ昔から見てくださってるリスナーさんにとっては、多分かなり懐かしい内容になってるんじゃないでしょうかっていう。はい。 で、まあ、ここね、1、2年で、えミハミハもう、3年ぐらい前に僕 YouTuber 引退してて、もうこうやって趣味でね、えー、ペラペラ喋ってるだけなんですけども、最近、本当に、ここ1、2年でもまた、新たに、あの、見に来てくれている、リスナーさんが、まあ、ちょこちょこ、まあ、増えまして、はい。 チャンネル登録者数は減ってってる方の方が多いんですけど、で、それでもつぶつぶ新しくね、見てくださってる人が、あのー、まあ、はい、あ、ありがたいことにね、出てきてくださって、そういう方にとってはね、あのー、まあ、新鮮なお話になってるかなと、はい、えー、思います。まあ、なのでね、あの、昔から登録してくださってる人も、えー、新しく見に来てくれた方も、まあ、ぜひ聞いてくださると、まあ、面白いかなと、はい、えー、思いますので。 ご成長よろしくお願いしますってことでですね。えー、僕、ま、本当に、20代の時に、20代前半の時に、あの、コンビニエンスストアでね、副店長をやってたんですよ。はい。<laughs> ね、意外や意外に。えー、まあ、昔から見てくださってる人はもう知ってるんですけども、そう、コンビニで,で7年ぐらいやってましたね。はい、あ。 まあその時にね、コンビニやりながら、ちょっといろいろ夜の仕事を掛け持ちしたりとか、いろいろ自分で商売を始めたりとかね、えーまあ、2足のわらじ、3足のわらじを履きつつみたいな感じだったんですけども、メインの仕事はね、コンビニの副店長がしたんですよ。はい、その時にあの僕がその勤めてたコンビニがですね、まああのー、ディープ、川崎南部、ね、ディープサウスエリアと呼ばれている。うん まあ、あの最近だとバッドホップさんの地元として、まあ、有名になったあ、まあ、本当に川崎区それのしかも海側っていうちょっとねディープサウスエリアって呼ばれているちょっといわくつきというか癖のある地域で、はいえー、まあかなりねそのお客さんが、まあ、あのパンチのある、はい、パンチのあるお客さんが多かったんですよ 今でこそね、川崎南部のそのディープサウスって呼ばれてるエリア、綺麗になってね、時代とともにどんどん良くなってるんですけども、まあ、勤めてたのが20代前半なんで、もう10年、15年ぐらい前なんですよ。まだね、当時は、あの、結構昔ながらのその川崎南部の名残が残ってたので、そう、結構ね、あの、まあ面白かったですよ。<laughs> それこそコンビニの、うちのコンビニ店員をバックヤードであの、ね、えー <laughs> いけないことをしてるやつらもいっぱいいましたしね。もう薬物からなりからも,何もうそういうコンビニだったんで時代が時代だったんでね、はあ。まあ面白かったんですよ。で、その時に来たやばい客ベスト3。うん。あのー、まあやばい客そうですね。別にクレーマーに限定しなくてもいいか。やばい客。うん、そうですね。最初に今ちょっとクレーマーやばいクレーマーにしようかと思ったんですけどやばい客ベスト3に変えようか。 完全に内容。そう。<laughs> タイトル的にはちょっとやばい客ベスト3と言いつつ、まあ、やばいクレーマーを3人今紹介しようかなって頭の中に浮かんでる人を紹介しようかと思ったんですけど、それだとはもう面白くないから、やばい客ベスト3で完全にもう幅広げて、うん、やばかった客にしよう。はい。そうしましょう。ね。えー、そうすると順位が入れ替わるんだよな。<laughs> もうあのー、1位、2位はなんとなく、 いや、それをスライドさせて、あ、そうですね。固まりました。はい。えじゃあ、まず3位から発表します。はい。えー、やばい客、ベスト3はこちらです。ダだん。えー、米泥棒。名前知らないから、米泥棒、なんとかって言うとしたけど、名前ないから、米泥棒はい。<laughs> はい、アドリブでこうやって話しの内容を決めていくとね、こういう風にね、歯切れの悪くなったりするシーンがね、多々あるんですけども、ご了承ください。はい。<laughs> 米泥棒。ね。えー、やばい客、ベソスリア、米泥棒ですね。まあ、パンチ弱え,えと思うじゃないですか。米泥棒なんて別にいくらでもおるやんと思うかもしんないですけど、この米泥棒はね、気合いってたんですよ。というのも、その、まあ、当時は万引きがすごく多くて、うちのコンビニ。はい。 やっぱり工場地帯なんで、そんなにね、その街全体として所得が高いわけではなかったんでね。えー、で、その中でしかも結構その、ま、生活保護の、ま、受けてる方々が結構その住んでるっていうふうに言われてる地域だったんですよ、コンビニがある場所が。はい。んで、あのー、ま、あ結構ね、やっぱりその、ね、困窮してる方が多かったんで、 どうしてもね、あの、お腹が減ってっていう、まあ理由で万引きして、はいっていうのがね、まああったんですよ。まあとはいえね、やっぱり全然単純になんか払う金が惜しいからっつって、えー、盗んでいく人もいっぱいいたりとか、もう本当に万引きで店が傾くんじゃないかってぐらい、 あの当時の,そのコンビニの社員によると、あの本部の社員ね、あの普通のお店の3ヶ月分の、あのなんつうの、その万引き、英学を、もう1ヶ月でやられちゃってるんで、だからもう単純に3倍、大体平均値の3倍、もうあの、万引き、うちの,そのチェーン全体でもトップクラスっていうか、もうほぼトップに近いぐらいやばいって言われてて、はもうかなり万引き多かったんですよ。で その中でも結構、もうキング、キングオブキング、うん、だったのがこの米泥棒。名前その時ね、名前、その時は覚えてたんだけどごめんなさい。もうさすがにちょっと15年前なんで今覚えてないです。はい。まあ、米泥棒としましょう、名前。あの、米を、なんと、その人、あの米あるじゃないですか。5キロとか10キロの米。ポッケに入れていくんですよ、そいつ。<laughs> ドラえもんですよね。<laughs> もう。 米をポッケに入れて持ち去るってもうレベル的に言ったらドラえもんの四次元ポケットじゃないですか <laughs> ねなかなか、このまま抱えて持っていくんだったらね、えーまあ、ただの米泥棒っていうだけでね、なん,かなんとなくそんなに、はい、珍しくもないんですけども、ポッケに米をねじ込んで持っていくっていうのは、僕ね、後にも先にも彼だけですね、彼一人ですね。<laughs> そのまま抱きかかえて行ってくれるんだったらまだしもね。 どんだけでかいポッケやねんっていううちポッケなんかジャケットみたいの着ててそのうちポッケに米を入れていくんですよ米の 5kg ってそれなりの大きさじゃないですかだってポッケなのかそれはっていう <laughs> もうそもそもポケットの概念ポッケットの定義って何だろうっていうねはい <laughs> 彼はすごかったですねうんもうレジの中の商品も万引きしてきますから意味わかんないでしょ レジの中にタバコがあるじゃないですか、コンビニって。もう、それ万引きしてきますからね。はい。まあ、うちの店もね、ちょっとあの、ガードが甘すぎるっていうのもあったんですけども、レジの中まで持ってっちゃうんだから、はーい。彼はすごかったですね。米をうちポッケに入れるっていう特注品なんですかね、あのジャケット知りませんけども。はい。まあ3位はこんな感じです。まあ3位なんでね、えー、パンチが強いとはいえ、まだちょっとジャブ程度なんですよ。で、で、2位。ね。えー、2位です。はい。ちょ、ちゃんちゃん行かないとさあのー、1位の紹介ができないんでね。 はい。で、2位はですね、えー、これね、僕の動画を昔から見てくださってるリスナーさんはもう、あの、ご存知の通り、コロネのおばさんですね。はい。チョココロネのおばさんですね。はい。ね、これ新しく聞いてくれた方はね、な、なんだチョココロネのおばさんってってね、えー、ステラおばさんの親戚かなみたいな、はい。違うんですよ。あのー、コロネのおばさんっていうのは、 あのこのまま万引きのおばさんだったんですけども、あのご,ご丁寧にね、いつもその予約をしてくるんですよ。あの電話してきて、すいません、もしもし、つっ,って、いついつあの取りに行くんで、あのチョココロネをあの発注しておいてほしいんですって言われて、まあ、常連だったんですよ、ああ、かりました、つって、まあ、うち結構そういうの受けてたんで、なんか大量に必要な場合、電話していってくれれば、まあ、そのいついつの日にまあ大量に発注かけるんでみたいな。はあ あのでよく来てくれてる人だったんで,そ,うで、まあ、その人はコロネをいつも注文してって、まあ、大量つっても56個だったような記憶があるんですけどもで、まあ、その日になるとあのその人がいつも来てで結構いろんな商品を買ってってはいでコロネを、まあ、その発注した分、まあ、買っていくみたいな感じだったんですけどある時店長が気が付いたんですよ。なんかその、まあ、コンビニがあって発注した数に対して売れてる数が出るんでその。 まあ廃棄とかそういうのも含めてね、考えて。で、50個発注したのに、45個しか売れてないってなると、あ、じゃあ5個廃棄になったんかな、みたいな、はあ。まあそんな感じなんですけど、今もっとシステム良くなったのかなちょっとわかんないんですけども、チョココロネの、あの、例えば100個、100個発注してたら、あの、50個ぐらいしか売れてないみたいな。さすがに半分廃棄にはなってないよね、みたいな。うん。お前チョココロネね、廃棄した記憶あるみたいな。いやあんまないっすね、みたいな。うん。 えー、これ万引きかなみたいな。うん、でも、<laughs> チョココロネ、そのチョココロネって、要はそのいつも発注してるそのあの、いついつ取り行きますっていう人が、もう1ヶ月のうちかなり頻繁にこの発注をかけてたんで、もしかしてあいつパクってんちゃうみたいな。<laughs> ご丁寧に 注文して、注文した分全部買わずにパクってんちゃうみたいな。<laughs> だからもう万引き予約ですよね。いついつチョココロで10個パクり行くんで、あの予約 <laughs>、あの、取っといて発注数増やしておいてくださいねみたいな、はいで。僕らは間抜けなんで、結構雑だったんでね。いちいちそんなの発注して、10個発注して、あいつが10個買ってるとか見てなかったわけですよ。で、まあそれでモニターをちょっとあいつ来たら監視しとこうつって、監視したら、 もうねチョココロネどころじゃなくてもういろんなもありとあらゆる商品パクりまくってて、はあ、<laughs> もうあのー、で、まあ、もちろん発注かけたチョココロネも、まあ、パクってたんですよ。はあ、で、まあ、捕まえて、あのーまあ、バックヤードでこってり絞って。はい、あ で、まあ、あの、もう常連っていうか、もうそいつはもう万引き多分捕まれ慣れてるんでしょうね。あの、あ、もう、あれ、万引きって捕まえたら、あ、じゃあ1万円でいいすかみたいな <laughs> いや。そういう問題じゃないから、つって、まあ、こってり絞って、そう。で、当時なんだかんだでね、やっぱ万引き多すぎて、毎回、一応警察呼ぶんだけど、あの、わざわざね被害届け出してなかったんですよ。めんどくさいし、被害届けなんか出しに行くのね。時間かかるんで、はあ でもとりあえず出入り禁止っていう、そう、警察呼んで、まあ、もうお前出入り禁止なっていう、面、う、倒、ん、くさいからそれで終わりなっていう話だったんですよ。で、千、え、葉、ー、チョココロネのおばさんも、まあ、その、例に漏れず、はいあ、じゃあお前出入り禁止じゃなくて、お前もう来んなよって、あ、はあ、もう1万円でいいですかじゃあねえんだよとて、今までいくら取ったか分かんない、もう来んなっつって、まあ、そこで、はい、終わったんですよ。そしたら、半年後ぐらいだったかな、1年後ぐらいだったから、ちょっと忘れたんだけども、 まああの、スタッフ募集の張り紙を、まあ見て、電話してくれた人がいて、まあもうこれ、この段階でオチ分かりますよね、はあ。まあ、スタッフ募集の張り紙を見たんですけど、っていう、まあ電話が来たんですよ。はあ、で、僕が受けたんだったっけど、確かそう。で、まあいついつ面接やりましょう、つって。はあ、で、えー、その面接の日、ね。で、店長とかのね。 そういえば今日そういえば何時から面接だなみたいな。この間電話した人、今日の何時からだよねってそうですね、つって。で、その、まあ、あの時間になって、<laughs> あのー、まあ、自動動画開くじゃないですか。そしたら、今日面接に来た何々ですけど、みたいな。あのチョココロでのおばさんが来よったんですよ。は <laughs> 大量に万引きしまくって散々俺らにこってり絞られて、うん。で、<laughs> あのもう、うちらのこってり絞るって結構ね、あれだった当時、まだね、僕も若かったんで、もう、てめえ殺すぞ、みたいな。おい、てめえ殺すぞ、こら、みたいな。てめえ舐めやがって、殺すぞ、殺すぞ、みたいな <laughs>。そんな感じだったんですよ。で、あんだけ、こう、本当に絞ったのに、普通に、バイトの面接に応募しよったんですよ。そいつ。怖くないですかてか、普通じゃないですよね。万引きの額どうこうじゃなくて、 万引きしまくって捕まっててめえこの野郎もう来んじゃねえ殺すぞてめえ次来たら殺すかんなっつってわ、まあ、すいませんでしたっつってバイトの募集に応募してくるってどんな神経っていう、うん、それでいや、えー、お前違うてええー、っえって何日に来たのそて言今日バイトの,あの何時から面接なんでみたいないや面接なんでじゃないだろお前っつってお前さんざん万引きしてお前あんだけ言われて何日にも面接ってバカじゃないのお前っつって いいやいやもうあのやってないんでみたいな今はもうやってないんでお願いしますみたいな。 いやいや、今はもうやってないんでお願いしますじゃないだろ、お前っつって。お前レジの金パクるかもしれんだろ、つって。そんな昔の手癖の悪いね、えー、レンチやつもね、あのー、強化採用、ね、できるか、つって。そう。いやいやいや、あのー、本当に、あのー、家から一番近いんで、あのー、通いやすいんでお願いします、みたいな。もうそういう問題じゃないから、つって、まあ、断ったっていう話ですね。は <laughs> もう普通じゃないですよね。うん 今はもうやってないんでとか、家から近いんでとか、知らんねんっていう。はい、あ。で、まあ、これがチョコロ,コロネのおばさんっていう人で。で、1位は、ちょっとごめんなさい。全然違う人を本当は紹介しようと思ったんですけど、ね。あのー、まあ、あのね、1位はですね、これだこれダンって紹介したらいいから、キャッチーなちょっとネーミングが思いつかないんですけど、えー、ヤクザの兄貴。はい。えー。 コンビニ店員時代に経験したヤバい客、一番、一位ですね。ナンバーワン、堂々の一位はですね、ヤクザの兄貴。彼が一番でしたね。はい。まあ、あのー、どういう話かって言いますと、本当は違う人を紹介しようとしたんだけど、ちょっとさっきパッと思いついたんで、この人をちょっと一位に滑り込ませてみました。はい。あのー、まあ、あ川崎南部のですね、あのー、荒っぽい地域のコンビニなんで、 まあ、いっぱい、やっぱり薬剤屋さん来るんですよ。ね。えー、でも薬剤屋さんだけじゃなくて、やっぱ強盗とかもね、いっぱい来るんですよ、はあ。僕が働いてたそのコンビニ3回強盗入ってますんで、そう。で、全然違う。高校の時アルバイトしたところも、1回、あ、その時も3回かな。だ計5、6回ぐらい強盗入ってますよ。<laughs> まあ、ドス持ってくるんですよ、強盗。はあ、<laughs> 包丁で。ね。結構ね、その強盗とかも多発してるんで、まあまあまあ、やっぱりね、その治安の悪い地域だったんで、 そうヤクザ屋さんも来るしね強盗も来るしねもちろん暴走族だったりハングルだったりいっぱい来るんですよ。ね、はあもうそんなで皆さん大好きな ASAG さんとかも来てましたよき、はあ、綺麗な姉ちゃん連れてね、うん、でまあそうそんなこんなで結構ね荒っぽい連中がいっぱい来るんだけどその中で今回1位に滑り込ましたヤクザの兄貴っていうのはあの僕の兄貴分です。はあ。 まだね、あの、僕、10代後半から20代前半の頃は、結構、あの、なんかね、あの、生きがった時期があって、そうなんですよ、僕が、その、なんていうんですかね、一時その、10代後半の時とかに、あの、ね、薬剤さんの、なんか若い詩みたいなのをやってた時代があって、まあ、運転手やったりとか、そう、ね、 結構ね、一番そう、なんかそういうことをしたのが、僕は10代後半から、まあ20代前半23歳ぐらいまでだったんですよ、一番ピークが。その後もなんかのらりくらりいたんですけども、そう。で、まあ、あの、10代の時に、あの、一回僕、その若い詩みたいなの飛んでるんですよね。はい、あ。飛んだんす。めんどくさくなって、こいつうぜえなと思って。<laughs> そう。あやんや、こいつって言って飛んだんすよ。めんどくせえ、こいつってって。もうバックレたんす 本来これ、そういう世界ではゴハットなんで、飛んで捕まったらもうやばいっすよ。ほんとに。これ、指一本のとじゃないっすよね。全部もが,もがれちゃうんじゃないかな。目とか潰されたりとか。<laughs> はい、でも当時は若かったんで、後先考えてなかったんで、飛んだっす。はい。で、今はもうね、あのー、その後はもうね、自分も個人的に力をつけて、はい。まあ、いろいろと、もうその話も解決っていうか、和解はしたんですけども、 当時は、そのコンビニで働いてた時は、もう若いもクソもなんか全然飛んでる最中みたいな感じだったんで、やばかったんですよ。なんですけど、なんと、本当にたまたまなんですけど、その飛んだ兄貴分が店に来たんです。はい、あ。客として。<laughs> あのね、これがね、多分、今思い返してみると、僕のコンビニ店員時代の、はい、あ、ベストやばい客だったっすね。は <laughs> 個人的にベストやばい客ですね。 はい、あの米泥棒とかチョココロナのおばさんなんて、この、この関係性からすると一番もうあの、可愛いでっすよ。<laughs> 米泥棒、チョココロナのおばさんはもう可愛いもんですよねは。飛んでる最中のヤクザの兄貴分はもうやばいっすよ。<laughs> 来たんっすよ、これがは。普通にレジでぼーっとしてて、ふと確か外見たら、車から、うわ、なんかいかつやつ降りてきよったなぁなんて思ったら、確かその前にね、なんかお姉ちゃんが来て、 ちょっとあの、とっぽいお姉ちゃんが来て、なんか氷かなんかかなんか氷あるみたいな感じで来たんじゃなかったっけちょっと本当にうろうぽいなんですけど、15年、15、6年前なんで,で。確かそれで、いやなんかどうとかこうとかっつって、で、ふと確か外見たら、うわめっちゃでっけえの来たなと思ったら、え、うわー、わーあいつやんみたいな。はい、あ。で、まあ、連れだったんですよね、そのお姉ちゃんと。で、僕はもうと、と、と、もうバックヤードに逃げ込んで、はい、あ。もうあのー、籠城ですよ、籠城作戦。 で当時、あの、後輩に、あの、どうしたんですかみたいな。いや、ちょっと、ちょ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 、諸事情により、絶対に会ってはいけない人が客で来たんで、もう、しばらく、あの、いなくなって、さ,さらに外からいなくなるまで、僕はもう、あの、バックヤードから出ませんっつって、あの、もう、牢状ですよね。はい。で、あとはもう、後輩に全部接客も出して。うん レジが並ぼうが何しようがもう一切もう僕は心を鬼にしてバックヤードから出ないっていう、はい、そういう作戦を確かとってまああのやり過ごしたっていうこのエピソードが思い返してみると一番多分やばいですね。は <laughs> ねは ぐらいかなはい、あ、ね。すいません。あの、本当はね、1番、2番、3番、ちょっと全然、1位はチョココーラのおばさんで、2位が米泥棒で、3位はまたちょっと違う人の話をしようと思ったんですけど、はあ、多分この話の方が多分面白いと思ったんで、滑り込ませました。<laughs> どうだったでしょうかね。えー、まあ昔からでね、動画見てくださってる人はね、多分ちょっと懐かしい話、エピソードだったんじゃないですかね。はい、あ。なんだかんだで、ね、僕も、あの、引退する前を含めるともう10年、11年ぐらい動画配信してるんで、 歴史ですよね。<laughs> はい。えー、まあ、最近見始めてくれた人もね、意外と昔の、そう、過去のこの動画、リバイバル系やったら、まあ、面白い話いっぱいあるかなと思うんで、うん、ちょこちょこ混ぜていこうかなっていうふうに思ってます。ね。昔からの人は、懐かしいな、そんな話もあったな、なんて思って、えー、見てくれれば嬉しいな。ということで、ケタデイでした。はい、さよならー、シュ